そうですね。こういう。こんにちは、斉田浩二です。今寝台列車に乗ってます。こういう感じでございますね。横で秋葉さんが笑ってます。全然違う顔。こんにちは、瀬田浩二です。秋葉さんがツボに入っております。全然違う。確かに全然変わりましたね。馬みたいな。こんにちは、斉田浩二です。すげー、すっげー、鼻がすっごいでっかくなるの。こんにちは。もうつくね、レンズに。そうギリギリ、レンズギリギリのところにいます。つくと鼻油がついちゃうんでね。すっげーメガネがでかい、これ。魚みたいになっちゃった。魚眼で遊ぶ大人。萩原さんが汁が取れ、なんか汁が取れ。秋葉汁がって。これは秋葉汁がつきましたね。汚い。こういう感じですね。ちょっと秋葉汁がねついてしまいましたね。この魚眼にこれ。これはねひどいですねこれ。魚眼でもうつぼ入って腹痛い。腹筋痛い。という寝台列車の夜でございました。ティッシュあるよ、ティッシュ。